第103回全国高校サッカー選手権奈良大会の組み合わせ抽選会が行われました来月12日に開幕する奈良大会には県内の35校29チームが出場します抽選会では各チームのキャプテンや顧問がくじを引き組み合わせが決定しました 奈良大会3連覇中で17回目の選手権を目指す奈良育英さらに前回大会準優勝でことしは全国高校総体に出場した生駒はともに3回戦からの登場ですまた前回大会で学校初のベスト4と大躍進を遂げた高田商業も3回戦から初の選手権の切符を狙います 大会,会は11月3日に準決勝、そして10日に決勝が、県立橿原公園陸上競技場で行われ、試合の模様は奈良テレビ放送で生中継します。